5歳の時はサッカーもやってないですし、サッカー自体そんなに知らなかったかなと思います。兄の影響でサッカーを始めてから、男の子のチームで女の子一人でみんなで仲良く楽しくサッカーしてました。15歳の時は、日本で一番強いチームに入って、本当に先輩たちから刺激を受けて、毎日もう一生懸命、サッカーが楽しくないなと思う時もありましたけど、はい、結局好きだったので続けてました。20歳の時は、ワールドカップで優勝、オリンピックで準優勝してから、日本の女子サッカーが注目されて、環境が少し変わった中で自分も海外にチャレンジをしたりとか、いろんな変化があったかなと思います。